野島 T リーグ3年目ラブオール選手権もそうですけれども、まあ、ドイツでこう鍛えられたということもありますので、まあ、なかなかこう大きく崩れるということはなかなかないですよね。そうですね、本当にもう粘り強いんで、セカンドゲームここからまだまだ分からないですね。はい、ドイツ仕込みのバックハンド、そして冷静沈着なプレー。第2ゲーム始まります。画面奥、木下マイスター東京及川のサーブ。最初の得点は琉球アスティーダ吉村。ワンオール。強打ラリーになった。ここも強打。最後は及川、いいコースでしたね。はい、まあ、しかしあの吉村のこう変化のあるサーブに、まあ、うまくストップで返していきました及川。ここ吉村ツーオール。ツースリー、まあ、昨日は水谷戦ありました。とにかくサーブを短く出すこと、3球目5球目をラリーにすることを考えた、まあ、自分の考え方を変えたのも大きかったと語っているこの吉村。吉村のバックハンドはオーバー。スリーオール。まあ、第1ゲームを取られたこの及川ですが、この第2ゲームはいかがでしょうか。そうですね、やっぱりまだ吉村選手がこう先手取ってなんか思い切ってやっているという感じですね。はい、チキータ強打。ここもノータッチ。厳しいコースをついていきました。及川選手が触れないっていうことは相当スピードあるんでしょうね。吉村選手、はい、攻撃に威力がありますね。フリップはオーバー。スリーファイブ。まあ、このゲームも吉村が優勢に進めています。吉村、あのバックハンドのコースすごかったですよね。はい、まあ、このボールはさすがに及川も追い切れません。サイド切ってますね。はい、まあ、しかし大きく崩れないのがこの及川。6-4。及川も開幕戦でダブルス、そしてシングルスの2点取りをしてこの T リーグにデビューしてきました。ここ吉村バック対バックから最後はフォアハンド。本当攻撃的ですよね。素晴らしいプレーでしたね。まあ、昨日の水谷戦を彷彿とさせる、まあ、調子のいい吉村、今シーズンここまで9勝を挙げています。これはサービスミスになりました。サーブを本当に厳しいところを狙っているので、はい、まあ、ミスも出ちゃいましたけど、本当に吉村選手のサービスの配球が絶妙ですよね。
そのサーブの配球を組み立てることでこの及川に、まあ、迷いを生み出しているということですね。そうですね。ネット1点差になってきました。全日本選手権を制した新チャンピオンの及川瑞基、バックハンドオーバー、サービスエースとなりました。セブンオール。声を出す吉村。サービスエース。吉村選手本当にやってるプレーに迷いがないですよね、はい、ミスが出ても、まあ、ミスが出ても常にこう、まあ、攻撃的に攻めていく姿勢です。ここもラリー、しのぐ及川、攻める、ここはミスになりました。今のはちょっと痛いですね。まあ、しかしこれよくつなぎました。チャンスと攻めて吉村はオーバーになりました。吉村選手の展開だっただけにちょっとも惜しかったですね。8オール。ここを及川、バックハンドで厳しいクロスをついていきました。厳しいですね、まあ、冷静にプレーしているこの及川。バックハンド、9オール。拳を作り自分を鼓舞する吉村。勝負どころですね。この後何が大事になってきますか。いや、吉村選手は本当にもう迷いないので、はい、もうそのまま行けばいいと思いますね。サーブ吉村、レシーブは及川、強打ネット、ゲームポイント、琉球ヤスティーダー吉村真晴が握りました。第一ゲームを取った吉村、第二ゲームゲームポイント。サーブミス、テンオール。そこのバックサイドギリギリにこの YG サーブから3球目がうまくいってるんで、はい、そこを狙ったんですけど、まあ、ちょっと2本目のミスになっちゃいましたね。両者ゲームポイントがつきました。デュースはありません。次の1点を取ればその選手のこのゲームが決まります。吉村が決めてきます。このゲームも吉村真晴が取りました。11対10でした。いや、素晴らしいボールでしたね。及川も、まあ、序盤こう離されていきながらどうにかこう追いついて、まあ、デュースまで、まあ、失礼、テンゴールまで持っていきましたけれども、最後はさすが吉村でしたね。吉村選手本当にプレーに迷いがないですよね、はい、あとは戦術的にはこの及川選手のミドル前にストップを多めに送ってるんですけど、はい、及川選手はそれをうまく